埼玉西武ライオンズ14回戦両チームの予定スターティングラインナップ並びに審判公式の順位を発表します。まずはライオンズ1番ショートストップ源田壮亮、センターフィールダー岸11番3番セカンドベースマン外崎修太、4番ファーストベースマンデビッド・マキノン、佐藤龍生、6番レフトフィルダー鈴木翔平、7番 DH 栗山拓実、小賀優、ライフラー蛭間拓也、ライオンズピッチャー松本航、それではビジョンにご注目ください。